メント返信です。いつも見てます。コーデ組むとき意識してること何個か教えてほしいです。いやこれも長くなりそうだね。素材だね。で今から言う素材っていうのは普通にみんながやるようなシンプルなコーデね。シンプルなアイテムでシンプルなコーデするとき、例えばジャケット T シャツもしくはシャツパンツもしくはスカートのときっていう感じのああいうスタイル、だいたいイメージできた。で結論から言うと、天然繊維のものか化学繊維のものかでコーデは統一します。シンプルなアイテムでシンプルなコーディネートをするとき、まあ、天然繊維っていうのは天然の素材だよね。まあ、コットンだったりとかさ、ウールだったりとかさ、シルクだったりとかさ、いわゆる天然のものから取れる素材のもので、で化学繊維っていうのはポリエステルだったりとかさ、ナイロンだったりとかポリウレタンとか、まあ、あとキュプラだったりとか、まあ、そういうのがあるよね。じゃあまあでもコーデ見せた方が早いよね。あこれこれこれ、このコーデはウールトロピカルのジャケットに、で中もコットンブロードのシャツ着て、でスカートもウールトロピカルのスカートで、それぞれ全部天然のもので統一してます。でこれシャツをさ、ポリエステルの素材のシャツにしたりとか、ボトムスカートをさ、こういうポリエステル素材のさ、ちょっとわかりにくいか、パンツになるとまた雰囲気変わってくるのよ。ウール素材のジャケットにパンツやスカートとかをこういうポリエステル素材のものにしちゃうと、なんかまたね自分の中で違うのよ。なんかなんだろうな、紅茶に塩を入れるイメージ。いやちょっと違うな。じゃあ逆にこういうエステルのものには、それこそ同じこういうエステル素材のジャージだったりとかさ、そういうので合わせたりする。しかもシルエットもさ、タイトに作ってあるからさ、丈も短めで、このワイドなシルエットをすごい目立たせてくれるんよ。だけどオール黒っていうのがね、洗練されてるっていう言い方ってんのかな、なんかわかる。そういったので結構バランスとかそういうの合わせたりする。じゃあどんな時にその天然繊維と化学繊維を混ぜたコーディネートをするんですかっていうと、振り切る。例えばレザーに、レザーよレザー、あえてのエステルを持ってくる。わかる。レザーとポリエステルっていう、なんかこの振り切った対極具合、ウールとエステルだとなんか振り幅が小さい感じがするよ自分の中で。レザーとエステルだったら大丈夫、なんか大丈夫なので、でレザーにエステルのパンツだと面白くない。レザーにスカート、それも超変形したよく出てくるやつね、巨大なスカートで合わせます。そのコーデがこちら。はい、ルイスレザーのコートと合わせたコーデですね。コートとシャツはレザーと、でシャツコットンだから天然繊維だけど、スカートで思いっきり振り切って、まあ繊維がこうごちゃ混ぜでも、なんかそういうの打ち消してくれない。そういうので、化学繊維と天然繊維をごちゃ混ぜにするときは、シルエットだったりとか、そのアイテム一つの形を思いっきり振り切ったものを混ぜてやったりする、自分は。うわ、でもまだ長くなるな、これ話したら。であと意識してることは、シルエットと、あとアイテム一つ一つのその雰囲気を生かすか壊すか。この二つちょっとまた話そうかな。この動画がちょっと好評だったら、ごめん、ちょっともったいぶる。いやね、ショート動画で流したいんよ。長尺動画でもいいかもしれんけど、ショート動画で流したいんよ。ショート動画の方がみんな見てくれる人のあれが大きいから。考えるよ、そういうこと。まあ、さすがにでも、3万人を超えてくると、リピーターが、やっぱり割合が多くなってくるからさ。いや、すごいありがたいんよ。めちゃめちゃありがたい。で、だからね、そこが難しいんよ。リピーターの人も満足させつつ、いかにこう、新規の人もどんどんこう、比例させてあげるか。少ない時はさ、ひたすらショートを上げてさ、新規をこう、どんどんいっぱいたくさん増やせば何も問題なかったけど、で、新規になって気に入ってくれて、はい、リピーターになりましたってなった時に、この人たちも満足させる、そして、新規も今以上持っていって、こう行かなきゃいけないわけね。それがね、はい、僕の腕の見せ所なんですよ、最後。まあ、無理ないように頑張ります、自分も。楽しみつつ。あげなきゃっていうマストになって、自分の本来の動画がこう崩れ落ちるのはちょっと良くないなと思って、そこはちょっと自我を聞かせてね、自分も楽しみつつ、見てる人たちも楽しみつつ、一緒になってこう、なんか、上がっていきたいね。てな感じです。いかがでしたでしょうか。ちょっと駆け足でしたが、ぜひいいなと思ったら高評価コメントよろしくお願いします。ではまた。